ねえねえ、中国人の友達をプレゼント送りたいんですけど、何を送っていいですか？中国人友達来週結婚するので、何を送っていいですか？来週友達の誕生日なんで、何が送っていいですか？これはいい質問ですね。中国人にプレゼントを送るときに、もういくつのものはちょっと禁止しますね。ダメですね。送らないでください。比如说 the first one、 一番ね、時計を送る、中国語で送中の意味は、その発音が一緒で漢字がちょっと違います。でも意味は、送中はその見送る、死んでる人に見送るね。不可以，绝对不可以。还有就是送礼，那是送的哇，ダメですね。那是，那是じゃなくて、那是，那是是礼。礼の発音もその礼、別れるの意味を同じです。離婚、離婚嘛，礼、別れるね。所以不可以送，不可以送。那当然，我们也不可以送什么钱包。財布ね、もう送钱だったら財布送る、自分は貧乏になるかもしれない。还有送刀、ナイフダメですね。还有送鞋、靴もダメです。不可以送鞋。もう靴送ったら、この特に結婚のお嫁さん、靴に送ったら、このお嫁さん、その逃げちゃうとの意味もありますね。不可以送鞋。给中国人も、今の時代はみんなお金ね、红包、送红包。那送红包的时候、日本だったらキスですけど、中国絶対グースですね。偶数、一定要送偶数。比如说、666、600、600元ね。800、800元ですね。グースの方がいいと思います。好的，もういろいろも送ることはいけませんのものもあるから、ちょっと今日はちょっといくつを紹介します。好的，你知道了吗？好的，再见。